エドアール・ニュー・ポールエドアール・ニュー・ポールはフランスの航空のパイオニアである。弟のシャルレット・ニュー・ポールを設立し、初期の飛行機を設計製作した。デモ飛行中に事故死した。アルジェリアのブリダでフランス砲兵隊の将校の息子に生まれた。自転車競技に夢中になり、1896年に電気の専門学校に進んだ。 1897年のプリ・ツインマーマンを含むいくつかの自転車レースで活躍した。1898年にはフランスの選手権で3位となった。1902年にスレンに弟のシャルルと自動車の発電機などの伝送品を製造する会社ニューポール・デュープレックスを設立した。ニューポールの伝送品はアントワネットの航空機用エンジンに用いられ、 初期のフランスの飛行機に使われた。これから、ニューポールは、航空の世界に入った。1908年1月13日、社名を、ソシーテジュネロレイ・ディエロー・ロコモーションに変えて、1909年、ボアゾン機を購入し、飛行を練習し、自社の伝送品のテストを行った。ボアゾン機が飛行中の火災を起こすが、ニューポールは無事生還した。自分で、 飛行機を作りレースに出場しようと決めて、ニューポールアイを製作した。小さな単用の機体であったが、20馬力ほどのエンジンで時速7 0トルの速度を出すことができた。28馬力のエンジンを搭載したニューポール2は1911年3月6日、時速1 0 1トルの速度を出し、5月21日、当時の世界速度記録、 時速 119km を樹立し、6月16日には時速 133km に記録を伸ばした。1911年5月には飛行機の製作メーカーソシエテニューポールイディプランテを設立した。1911年7月のイギリスで開かれたゴードン・ベネットカップでニューポール機が優勝し、エドアール・ニューポールが操縦する機体も3位になった。 1911年9月、フランス陸軍に飛行機を納入するために、シャルニー飛行場まで飛行した。飛行場は、強風下であったが、デモ飛行を命じられた。着陸態勢に入った時に強風に煽られて、機体は地面に激突した。ニューポールは座席から投げ出され、機体に叩きつけられた。ニューポールはその夜のうちに死亡した。 ニューポールの会社は弟のシャルルが経営を続けたが、シャルルも1913年1月航空機事故で死亡し、会社はアンリ・ドゥッシュ・ドラムルトの一族に買収された。有能な技術者、グスタフ・ドラージュが雇われ、第一次世界大戦で活躍した戦闘機ニューポール11などを製作したことで知られることとなった。ありがとうございます。